こんにちは。私たちは沖縄県民の総意に反し、岩国市民、山口県民の思いを踏みにじるオスプレイの配備に怒りを込めて抗議します。7月28日には米軍在編岩国基地強化に反対する5つの市民団体共催で岩国市役所前で大雨の中1200人が結集し、追加配備に抗議する集会を行いました。米軍在編で艦載機部隊の補充が強行されれば、岩国は海軍空母と海兵隊という2つの殴り込み部隊の一大拠点基地、極東でも最も危険な基地となります。オスプレイの岩国常駐も懸念されます。昨日の沖縄での米軍墜落事故によって、今岩国に搬入されているオスプレイが座りそうです。岩国でも飛ばせないアメリカに帰れの戦いを強めていきます。艦載空中は岩国市民の運動によって3年延長されています。沖縄や全国の運動と結んで、オスプレイも空母もそして全ての外国を日本から撤退させるために運動したいと思います。また岩国から30キロ瀬戸内海の上関に原発建設が計画されています。福島原発事故で建設関連工事は中断し、海面埋め立て許可免許は失効しています。ところが中国電力は免許の延長を申請し、山口県は不当に判断を先送りしています。県民有志が住民監査訴訟請求を行い、近々住民訴訟を提訴する予定です。また反原発の20近くの市民グループが集まり、原発ゼロ山口を結成し、10月20日には大規模なイベントで上関原発の原発ゼロをアピールすることにしています。ずっこけ3人組の作者那須正元さんに共同代表を引き受けていただきました。上関原発は絶対に作らせません。岩国では19年以上前から6級行動を欠かさず続け、今日で231回目を迎えます。皆さんから寄せられた各種来日の願いのこもった署名を、2015年の NPT 再検討会議に代表を派遣し、世界にアピールしようと頑張っています。今年11月15日から17日に日本平和大会が岩国で開かれます。ぜひ全国から来てください。皆さん、核兵器のない世界にするため共に頑張りましょう。加藤さん、皆さんありがとうございました。
みんなが仲間であるという、そんな希望